お疲れ様です。お疲れ様です。今あるところの近くに一旦来てるんですけど。どこですか？あの解雇されたあの方ですね。ミッチー。ああ、なるほど。めっちゃ私突撃されたじゃないですか。ああ、確かに。だからちょっともうやり返しですね。もうちょっとなんか逃げるように、やり返す前に逃げるようにやってかれたんで。まあやめたからってそんな逃げれるわけな、逃げれたことにはならないじゃないですか。なのでちょっと行って、で今日せっかくみどりちゃんもおるんで、うん、入社した時さ、みどりちゃん、うん、まあ私も入社した時さ、みっち全然さ営業あったけどさ、なんかちゃうくなかった、全然。なんか私店舗一緒だったんですけど、全く今の感じと全然イメージできないぐらい違います。シャイっていうか、なんかヘコヘコしてるんやろ。なんか今も割と腰は低いけど、うん、面白いこと言うようなさ感じじゃなかったやん、うんうん。まあ、だからそんなん視聴者は知らんと思うから、うん、確かにね。ちょっと暴露したろって思ってさ。はい。伊藤です。どうしました？いや、ちょっと突撃。さよなら。え、ちょっと待って、ちょっと待ってください。あれ、なんか言えない。開けてください。開けてください。え、誰ですか？誰ですか？こんな人だったんですね。ちょっと突撃訪問したんですけど、はい、ちょっと。あ、嵐いいですか？嵐いいのか、いきなり来てます。嫌がっとるじゃないですか。めちゃくちゃ嬉しそうな顔してますけど。ニコニコしますよ。あんた喜んでるわ。ジュラシル寒いんでちょっと、はい、入りたいような、はい、寒い室で。座ってください。はい、すみません。いいですか？あ、いいですか？いいですか？どの辺に入ったことないですよね。いや、ほんと、はい、お願いします。え、食おうと思ってたんですよ、給与。あ、ランチですか？ランチで朝飯です。あ、さっき起きたんですよ。あ、そうなんですか？仕事はないんですか？給与ニートする、今。あ、デリカイド上クビになったんで。あ、社長じゃないんですか？ MT 工業の。クビになりました。MT 工業クビ？ MT 工業クビ。まさかの。従業員どうしたんですか？従業員さんにしてる。飛んでちゃった。あ、マジですか？もうみんなもうバラバラになってたっす。一人鳥取行って、一人千葉行ったっす、ね、はい。あ、そのまま さよならですか？そうです。何の動画ですか、これ？そうですね、まあちょっと、まあ今日、みどりちゃんもおるんで。はい。いい嵐ですか？嵐っていうのはまあちゃうんですけど、はい、いや、なんか、YouTube、なんか、私たちが入社した時とめっちゃ変わったじゃないですか。変わったというのは？いや、すごくなったってこと？イケメンだったってことが、まあ、それとも女性の方？みどりちゃんの第一印象なんで立ったのますか、これ。あ、そう自分の家なのに立ったの。あ、どうぞ座ってください。お座りください。なんか、これ大変なんですか？はい、座ってください。あ、で、どっち座ればいいですか？乗ります？なんか、いや、なんかあるんですか？大丈夫ですよ。あ、浄の水だったらあります。浄の水乗ります。あ、ジョンでもいいっすよ。はい、全然、はい。で、営業っすか？そうですね、営業時代ってなんか全然ちゃうくなかったことないですか？ちゃうって言うと、え、でも、このままじゃないっす？僕って。いやえ、どうすか？こんな、だお猿の女子抱いてます？抱いてましたよね。抱いてなかったですね。抱いてなかったですね。なんか、はい、結構めっちゃシャイやっちゃ、シャイなことなかったですか？はい、人見知りです、僕。めちゃくちゃ。はい。はい、ただまあ YouTube やってその人見知りがなくなったかなっていうだけだって。ああ、いや、その人見知り時代がもう結構あれやったよな。なんか、はい、なんかちょっと証言、ね、黒歴史みたいな感じで。
いや、ちょっとみどりちゃん証言ちょっと静かじゃないですけど、はい、こんなテンション爆上げって感じではなかったですね。じゃあなんで僕のこのイメージダウンさせるんですか。でも結構テンション爆上げじゃないです。いや最近、昔ってことです、はい、昔です。最近はもうずっとこんな感じですけど、最近は爆上げ状態、はい、もうずっと爆上げです。ずっと爆上げ状態、はい、そうすると首になっちゃう。そうすると爆上げすると首になっちゃうんです。気をつけないとですね。そうですね、気をつけないとですね。昔もでもそんな感じで、多分そんで人見知りだから、はい、地元の友達とかとずっとこんな感じなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。で、はい、仲いい友達、その友達とか、仲いい会社のメンバーとか、はい、例えばじゃあ足場班なんかもずっとこんなんですよね。初めて会った人っていうのは、はい、あんまり喋れないんですよね、仕事とかで。さっき入ったら我慢喋れるんですけど、はい、だからお酒に失敗するんですよ。すいません。え、でも実際そのみどりちゃんとそのなに同じ店舗だったわけじゃないですか、もともと。はい、なんか3回ぐらいデートしましたね。あ、そうだったね。はい、実は2回ぐらいホテル。あ、やばいですね。2回ぐらいホテル行きました。これは黒歴史ですね。いや、黒歴史じゃないです。まあまあ白歴史です。白なの。全然白じゃないです。みどりちゃんからしたら黒歴史だな。そうですね。はい、いや、なんか、まあ、そうなんですけど。まあそうですね。いや、なんかその時から、まあ、みどりちゃんに、まあ、人見知りするとかだったら、まあ、分かるじゃないですか、はい、入社したばっかでみたいな、うん、他の社員に対しての態度っていうか、接し方普通ぐらい。普通ですよね。普通、はい、でもこんな僕みどりちゃんには決して別に何も変なことないですよね。はい、だってその、はい、冷たいとか喋らんとかなかったですよね。普通で仕事のことで喋ってましたもんね。そうですね。でもなんかお互い人見知りなんで、はい、喋ってるイメージは印象はなかったです。あ、もうなんかもうほうれん草ぐらいです。はい、あ、もう業務内容報告しました。あ、そうです。俺の愛した女の名前はミドル。そうですね、私たちの見る第一印象と私よりも後に入ってきたこの第一印象、はい、ちゃう気がするかなみたいな。あ、まあ、今はもう明るいよねみたいな、誰とも違う人が喋って、はいはい、昔はもう全然喋らんかったよみたいな。あ、そうですね、はい、まあ、でもそれはあるんじゃないですかね。あ、まあ、それが、まあ、はい、これがその YouTube っていうのが原因じゃないですか、はい、なのでまあそれっていいことですよね。だから会社自体が明るくなる、すごいいいことだと思いますね。YouTube すごいなって思いました。まあそうですよね。だから YouTube があるから僕クビになったんですよね。確かに。それもあるかもしれない。違うから。で YouTube で僕が調子こいたもんで、はい、僕があれだね、脱線者もね。そう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 。なんか私もなんかやっぱり、はい、変わったっていうか、はい、絡みやすくはなったんで本当に。はいはい、絶対いい変化ではあるんですけど、話しかけづらい感じなかった。あ、なんか私はあったんですよ。そうです。話しかけたら恋の目があったらもうその瞬間に認識。逆ですね、はい、なんか逆ですか。目あったら殺されそうみたいな。なんか殺されるまではいかないですけど、ちょっと怖いじゃないけど、犯罪者やん。冷たそうっていうか、なんだろう、はい、そういう感じのイメージはなんか始まりました、はい、あ、冷たいですよ。触ってみます。あ、大丈夫です。あ、大丈夫です。冷たい、なんですかね。なんか怖そうっていうか、なんだろう、なんか、まあ、そっけない感じでしょ。あ、なんか今自分だと分からんすもんね、はい、どんな感じかっていうのが。あ、自分はもう全然普通だと思っちゃうすもんね、それが。はい、あ、そうですね、はい、昨日も普通だと思っちゃうすもん。そう、あの当時どうなんだろう、そんな態度ってわけでもなかったですけど。でも酒飲んでる時はもう全然違くないですか。はい、あ、確かに。あ、まあそうですね。顔が、はい、怖かったんじゃないですか。顔が怖かった。眉毛なかったってことじゃない。もう最近昔のなんか写真で見るんですけど、眉毛ないですもんね、昔。あ、そうなんですか。ないっすよ。じゃあそれもあるんですかね。今だって眉毛剃ったりもないですもんね。へー。抜くぐらいです。一緒か。あ、でもちゃんと抜くんですね。一緒ですね。で別になんか切ったりとかないです。なんかこの長さを切ったりとか、色が薄くするみたいなことは。そうそう、色を薄くするとなんか眉毛なく見えるじゃないですか。そうですね、はい、そうすると怖いっすよね。ああ、そうですよね。今なんか全然なんか本当にあれじゃないです。はい、あのエグザイルにそんな顔してるんですか。気づきました、僕整形したんですよ。えそれ本当ですか。そうですよ。何これテンションの上げ方に困る。なんならさっき起きたばっかですからね、本当に。本当ですか。
マジで12時に起きたんです、さっき。あ、そうなんですか、もう今さっきですね、それは。12時に起きて、飯作って、飯食って、はい、で、お風呂入って、何しようかなと。あー。まあ、祝日ですもんね。まあ祝日は現場飛んだだけなんですけどね。あ、そうなんですか。現場が飛んで急遽休みになっただけなんですけど。あ、それはリアルですか。そう、それはマジでリアルです。あ、え、飛ぶって いつそんな何もう当日になってみたいな。当日は降れないですか。当日あります。今日はないですけど、はい、昨日ですよね。あ、昨日の夜とか。あ、やっぱりなしで。あ、ないよーす。へえ、はい、お願いします、ありがとうございますっつって、はい、で昨日飲みに行って、はい、誰もね来なかったので、はい、新しく買いました。あの一人親方ってやつ、なんかインスタで、はい、なんか上げて見ますね。これはなんかあれなんですよ、なんかその一人親方保険っていうの入るともらえるらしいです、はい。あ、そうなんですか。らしいですよ、なんか。え、あ、開けてますか。一人親方。これ飲んでないです。ここくさまずいですね、お前。くさまずいんですか。僕が最近飲むのこれですかね。あー、え、すごいですね、それ。これですかね。名前入り。え、あ、MT 工業。はい、もらったんですよ。総理大臣からです。総理大臣、はい、安倍さんですか。安倍さん、これちょっと、今安倍さんじゃないですね。え、言うんだね今。あ、麻生さんだ。違う違う。あ、分かった、小泉さん。違います。え、確かに変わったな。心臓さんや。心臓、それ安倍です。あ、誰、え、知らないんですか。いや、2人とも確かに変わっただなって思ってくる。誰か覚えてない。やばい、言われるまで気づかなかった。確かに。分かった。え、おマジですか。石原潤一。はい。で、ちなみに誰なんです、総理大臣。菅。あ、菅。菅さん。菅官庁長官でしたっけ。官庁長官が、はい、総理大臣になったんじゃないですか。あ、そういうことっす。あー、そうなんだ。はい、あの、官庁が得意な人っす。もう今から僕二人で寝ますから。はい。あー、え、これは、なんですか、あの、ペットですか。うん、僕上手だよ。見たいですか、もう一匹。いや、そうですね、せっかくなら。いつも中心に寝たんで。こい、え、誰とですか。二人とっす。あ、こいつとこいつがですか。いや、僕こうやって。あ、そうです。セフですか。ちゃんと目つぶりますから。この子は目つぶってないですけど、ね、クイツは目つぶってないですから。非常識なんで。見つめたいんですね。爪、うん、アウトっすよ。はい、はい、まあ元気そうで、はい、元気そうで良かったですね。はい、はい、ミッチーに会いに行ったら、まあ、元気そうだったんで、はい、良、はい、かったですね。はい、はい、まあぜひ僕チャンネル登録解説しますからね。あ、解説するんですか。ミチミチビッチーチャンネルっていうの。ミチミチビッチーチャンネル、はい、まあミチミチビッチーチャンネルと、あと、はい、求人道場。はい。職人になりたい人と職人が欲しい人、はい、はい、両方登録できて。はい、MT 工業も登録してるみたいなんで、はい、ぜひ登録よろしくお願いします。はい、はい、ではまた見てね。歯切れ悪いっすね。歯切れ悪いっすかね。